のお集まりいただきましてありがとうございます。第91回農業八王子アクションをこれから始めていきます。司会を務めます地元で弁護士をしています白賀由里子です。よろしくお願いします。それでは今日の開会挨拶に移りたいと思います。プリーズ農業市民の会から畑さん、よろしくお願いします。おはようございます。プリーズ農業市民の会です。私たちは毎月第2土曜日にこの駅前周辺を憲法に出そうというメッセージを伝えながら歩いています。プーチンがウクライナに侵攻してからほぼ1年が経とうとしていますが、終わるどころか新たな強力な兵器を各国が支援として送り込んでいるようです。ますます戦うという展開が広がっていくようで、戦争に終わりが見えないのがとても気になります。先日の新聞に、ロシアの首都モスクワで、ウクライナの知人の日に赤い花束を手向けていた女性の話が出ていました。2週間ほど前に、ウクライナの集合住宅にミサイルが撃ち込まれ、子どもを含む40人以上が犠牲になったことから、自然発生的に変化するモスクワの市民がの姿が見られるようになったそうです。でも警察の四六時中の警戒で、反戦の気持ちを声にすることが難しいのです。抗議行動が広がらないような圧力があっても、戦火のような静かな抗議はこれからもなくならないだろうと地区の議員が言っているそうです。こんな中で私たちは反戦の声を上げることができます。それは私たち個人個人が気持ちを声を上げているからに他なりませんが、やはり平和憲法を持っているありがたさをとても感じています。ただその中で気になることは多々あります。それはこの間の LGBT 法案の時のことです。で、こんな考えの議員がたくさんいるのかと本当に驚きましたが、それはやはり選挙で当選した政治家たちです。やっぱりその社会を変えるのは私たちが選挙で憲法を大事にする人たちを送る以外の方法がありません。ぜひこれからも声を上げ行動していく市民でいたいと思います。共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。畑さん、開会挨拶どうもありがとうございました。もうすぐ統一地方選ですが、畑さんが話していたように本当に国民の声をちゃんと届けていく、ちゃんと実現する憲法を守り生かす、そういう政治を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。今日もみんなでお天気も良くなりましたし、たくさん声を上げていきましょう。よろしくお願いします。それでは市民テーマ別のリレートークに入りたいと思います。本日最初にお話をいただくのは統一教会と町内会の問題についてです。菅野さん、よろしくお願いします。おはようございます。私は昨年のノーマーで八王子市内のある町内会への取り組みのお話をしました。その経過を振り返り、その後どうなったかお話したいと思います。町内会へは八王子市社会福祉協議会に寄付金の寄付元を確認したところ、2022年1月末に世界平和統一家庭連合から12万円の寄付を受けていたことが分かりました。八王子市社長は昨年8月に東京都社長、八王子市と相談の上、寄付金は今後は
受け取らないが、受領した寄付金は返さないことを理事会で確認したそうです。ちなみに昨今の名誉会長は八王子市長だそうです。9月中旬、町内会へは社長に対して世界平和統一家庭連合と今後関係を断ち切ること、寄付金を速やかに返金することを要請しました。要請を受け入れない場合、社長との連携を取りやめることを通告しました。さらに9月28日、社長協議委員会の後、地区連合会長が社協会長、総務課長に世界平和統一家庭連合からの寄付金は問題であり、適切に対応することを要請しました。これに対して社協会長は、今後寄付金提供段階の実態を精査するが12万円は返金しないと回答しました。そして12月12日、社協から町内会 A に対して同様の回答が郵送されました。年明けて1月8日、町内会 A は寄付金返金、旧統一教会との関係断ち切りまで社協との連携を取りやめるとの内容を役員全員で確認し、社協会長に送付をしました。その後反応がありません。社協には集めた共同募金を送金していましたが、今年度から直接東京共同募金会に送金することになっています。以上が町内会の取り組みです。私は先週社協に電話をして寄付金を返金しない理由を尋ねてみました。社協の総務課長が回答した理由は次の3点です。まず寄付金を受けた時点では襲撃事件が起きていなかったため、世界平和統一家庭連合の問題点が世間に知られていなかったということ。2点目、寄付金。世界平和統一家庭連合は法人であり、解散命令を受けているわけではなく、反社会的団体ではないこと。3点目、寄付金返金の根拠がないこと。この観点について説明しました。これに対して、私は事件の起こる以前から旧統一教会の問題が報道されていたし、政府の被害者救済制度は過去に遡って被害があることを認めているのではないかと聞きましたが、それに対する回答はありませんでした。世界平和統一家庭連合は不当な手段で信者から寄付金を集め、多くの家庭を破綻させてきました。政府も被害者救済制度を立ち上げた矢先、社協が当該団体から受け取った寄付金を返金しないことは道義に反することではないでしょうか。世界平和統一家庭連合は市民の福祉とは全く相入れない団体です。八王子社協はこの団体とは一線を画し、自らが市民にとって信頼に足る組織であることを証明してほしいです。以上で報告を終わります。メディアはだんだん統一教会の問題追及しなくなってきていますが、菅野さんの話のように私たちどんどんしっかりと反社会的なカルト団体に支配されている政治を変えていくということで声を上げ続けていきましょう。菅野さん本当にありがとうございました。それでは続いて市民リレートークは八王子で市民の手で実施されました困りごと相談会について
について陣内さんにご報告いただきます。よろしくお願いします。どうもこんにちは、八王子相談ネットワークの陣内康子です。先月もこの場でご案内させていただきました八王子困りごと相談会、それを2月の11日と2月の12日、土曜日曜ですけれども、受付時間合わせて10時間になります。これを旧、老政会館で、行いました。本当にお米をはじめとし、たくさんの食料、そして、物品ですね、また衣類、日用品等、ご提供いただきまして本当にありがとうございました。寄付も本当にいただきました。そしてまた当日2日間、合わせて75名の、たくさんのボランティアの方が、スタッフ、受付、さまざまな担当として、会場で、お手伝いをしていただきましたことにも重ねて感謝申し上げたいと思います。さて、相談のことなんですけども、相談件数は、2日合わせて、96名もの、方がお見えになりました。一番最初に、この、八王子市と八王子社会福祉協議会の協賛をいただいて、船堀公園で、実施をした時も、まあ、100名余りの方が2日間でおいでになったんですけども、ほとんどそれと変わらない、状況が、まあ、ずっと続いているという、ことがこの数字が表しているのではないかと思います。そして、食料、食料に関しては、まあ、たくさんの提供品もあったということで、多くの方が、ほとんどおいでになった方、皆さんがお持ち帰りいただきました。ご自由に取ってくださいという形で、必要な、ものをですね、持ってきていただくんですけども、でも本当にそれも一の日になってしまう。そんな中で、2日間おいでになるという方も、いらっしゃいました。そして、相談は、弁護士相談、労働相談、生活相談、さまざま専門家の方にも来ていただきまして、相談ブース、また女性相談、作って、おきました。そのような中でこの相談につながった方は、96名のおいでになった方のうちの62名、そしてその62名の方のうち、なんと3分の1に当たる22名ほどの方が、もう弁護士相談、専門相談へと、つながっています。そして、ここが本当に大きな問題なんですけども、弁護士相談だけでは済まない。弁護士さんに相談した後、労働相談に行って、働いた、時の、いわゆる休業手当ですよね。それとか、雇用保険、申請してないとか、さまざまな労働へと、つながる、まさに本当に困窮している中での、相談が実施されたところです。まあ、そんな中で、今、この整備をし、そしてきちんとフォローアップ、フォロー体制を、していかなければならないということで、もう実際に、相談のあったその翌週からですね、生活保護の申請や、そしてまた家探し、またさまざまな相談にも乗って、また弁護士さんからの回答をご本人に伝えるなどということも合わせてやっております。本当にコロナから3年以上経つ中で、本当にこの生活の困窮、そして借金が重なっているという中で、生活の苦しさは日々、増えていっているという状況が、続いているところです。本当にその中で、きちんとこのつながった方々にも対してもしっかり解決、まあ、つながって寄り添っていくっていうところを、きちんと伝えていくとともにですね、これからもこういう中で、多くの方たちにこういう困りごと相談会があるということを本当にお伝えをして、いければと思っています。多くの方にチラシ等もお配り、このご案内ですけれども、チラシを作りました。本当にチラシの配布
ボッティングが本当に効果がありまして、たくさんの方にご協力いただいたんですけども、ポストに入っていたチラシを見てきたということで、まさに本当につながれば、こういう言葉があるということを知っていただけば、つながるということが分かったわけで、これからもですね、本当にまだまだつながりきれていない人々に向けても、本当に支え合いの輪を広げていければと思います。これからもどうもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。本当に今の冷たい政治の中で困っている方々がたくさんいるんだっていうこと、そしてしっかりとした相談会を市民の手でね、八王子市民の手で実現したということ、本当に素晴らしいご報告でした。陣内さん、ありがとうございました。続いての市民リレートークは、統一教会の問題、再びお話しいただきます。今、政治、地方自治、こういった中にも、統一教会の手が回ってしまっているというような問題をたくさん指摘されているところです。アンケート調査、市民の手で行ったり、また質問状を送ったりなどできました。このことについての報告を熊谷さんから行っていただきます。よろしくお願いします。私たち八王子アクション実行委員会は、地元選出の自民党萩生田光一議員が統一教会との深い関係を追及されたことを受け、9月21日に萩生田議員に公開質問状を提出しました。公開質問状の主な内容は、1、30年間反社会的カルト集団統一教会と関係を持ち続けてきた理由、深刻な被害を受けてきた被害者への救済などの対応、3、統一教会との関係を断つ上で安倍元首相も含め徹底した真相究明の必要、萩生田議員自身の責任として議員辞職を含めた責任の取り方など6項目を質問しました。10月5日に萩生田氏から回答書が届き、30年の関係は事実ではないと否定した上で、各質問項目には回答せず、一括した回答で全てが言い訳に終始したものでした。2023年1月16日に再度萩生田議員に公開質問状を提出しました。回答期限を1月30日として改めて各質問への回答を求めました。しかし回答期限を過ぎても回答がなく、八王子の萩生田事務所に理由を問い合わせたところ、八王子の事務所としては今回は回答しないということしかわからないとの返事でした。改めて萩生田議員国会事務所に問い合わせたところ、何度電話しても担当者が不在でしたが、2月14日に担当者と話すことができました。回答しなかった理由として、すでに前回回答した通りであり、説明は十分尽くしたと考えている、報道されてきた内容は事実と違っている、元信者の証言も確認すると曖昧、思い違いということが分かった、今は報道関係者もそのことは知っている、すでに説明しているように統一教会と世界平和女性連合との関係は最近まで知らなかったなど、昨年の回答書と同じような言い訳を繰り返していました。直接対話の場を作っていただき、説明してもらえないかと提案すると、萩生田議員は大変忙しく時間を取ることができないと拒否されました。萩生田議員は統一教会との関係をうやむやにして逃げ切ろうとしていますが、霊感商法や高額献金によって多くの被害者を出していること、また日本の政治を歪めてきた深刻な疑惑も抱えており、決してうやむやにすることはできません。改めて重大な疑問点について公開質問状の形で回答を求めていく必要があると思います。また私たちは八王子市長、八王子市選出の都議会議員、八王子市議会議員に対しても統一教会との関係性を尋ねるアンケートを行いました。
9月に1回目を行い、回答のなかった方に対してもう一度回答をお願いしました。回答をいただけたのは都議2名、市議11名でした。自民党公明党からはどなたも回答していただけませんでした。八王子市議会では9月に旧統一教会等による被害の防止救済及び新たな法整備を求める意見書を国会及び政府に対して提出しようとしたところ、自民党公明党の反対で否決されています。都内では立川市選出の自民党都議が統一教会と関係が深い日刊誌世界日報の購読料に政務活動費約13万円を支出していたことが分かっています。購読開始前の選挙で統一教会の関連団体から推薦を受けていた事実も判明しています。このように地方議会にも統一教会との関係の深い議員はいます。八王子では4月に市議会議員選挙があります。各会派はしっかりとした調査をしていただき、有権者に示すべきだと思います。最後に街頭宣伝の告知をさせていただきます。3月2日18時30分からマルベリーブリッジで政治家と統一教会の癒着を許さない立憲野党と市民の街頭宣伝を行います。ここでも反社会的カルト集団との関係をうやむやにする政府与党の姿勢を市民と野党の共闘で追求していきます。皆さんぜひご参加ください。ありがとうございました。統一教会の問題では自民党の改憲案と統一教会の中の政治部隊である勝共連合の改憲案がそっくりだという問題も大きく問題視されています。皆さんぜひ私たちの手でカルト団体に支配されるような政治を変えていくためにも3月2日午後6時半、マルベリーブリッジ前、立憲野党の皆さんからの参加も確定しています。ぜひ皆さん一緒に大きく宣伝を成功させていきましょう。熊谷さん、ありがとうございました。それでは続いて市民ディレイトークは、岸田政権が今国民の声を全く聞かずに原発回帰路線強めています。この問題について西田さんにお話をいただきます。よろしくお願いします。こんにちは。今日はちょっと暖かになって皆さん本当ご苦労様です。でも皆さんにちょっとこの原発の話ができるのすごく嬉しく思います。原発をもう福島の12年前の311の事故によって、さすがの自民党政権も原発にできるだけ依存しないというふうに国民に約束して、安倍政権でさえも拡大はしないと、新増設はしないと言っていたわけなんですけれども、それを思うですね、やすやすと岸田政権は破ってしまいました。で、皆さん、トルコとかシリアに今大地震が起こって、4万3000人以上の方が亡くなっていますよね。テレビで毎日報道されて、もう私本当に胸がつぶれる思いで見ていますし、皆さんもそうだと思うんですけれども、このトルコの地震というのは私たちの国も同じですよね。プレートが4つも重なっていて、もう地震大国です、日本は。そこに原発をまたやるというこの愚策、皆さんどうですか。私も本当に考えられない愚策だと思います。そしてトルコの皆さんの瓦礫の中から救い出しているものを見たりすると、あ、ここに日本の場合は原発があるんだなと。12年前の福島の原発事故の時、まだ生きていた請戸の港で、まだ生きていた人たちを原発事故のために助け出すことができませんでした。そのことを
思い出します。ですから私はあのトルコに原発を輸出しなくて本当によかったなともう心から思っています。あのトルコの皆さんが賢明な判断をして日本から原発を輸入しませんでした。本当によかった。自分の国で原発事故があったにもかかわらずずっと輸出しようとしていました安倍政権は。でもベトナムも買いませんでしたし、そしてドイツは脱原発をしました。その時のメルケルさんの言葉を私は忘れません。あんなに技術が高い日本でさえ原発事故が起こるんだから私は原発をやめますと言われたんですね。もうなんて素敵な言葉だろうと思いました。こんな風に外交というか他の国のことを褒めながら自分の進むべき道をしっかりと進んでいく、こういう政治家が現れてほしいなと心から思いますし、でも原発を輸出しなくてよかった。そして私たちの国にはこのトルコの地震の日ですね、悲惨さプラス原発に再稼働しようとしている、回避しようとしている、このことがあるということを皆さん心に留めてほしいと思います。もう絶対におかしいです。電気代が値上がりしていますけど、これはですね円安のせいであり原油が高くなっているからであってですね、原発を動かしてないということではないんですね。だから原発を動かしても例えば新規の原発には2030年代の後半でしか動きませんし、それからカーボンニュートラルですね、脱炭素においてもですね、その政策においてもあの原発は大変にですね CO2 を鉄も作っていく段階、原発を作る段階でずっと出し続けてますので、運転士に出さなくても本当に原発はあの脱炭素カーボンニュートラルの政策ではありません。それから原発はですね今最も高い電源です。ハイコスト、そしてハイリスクの原発なんですね。ですから私たちは原発をやめてほしいとずっとあの事故以来デモをしてきましたけれども、決して間違ってなかったんだと、あの世界の潮流は全部脱原発、そして、再エネの方へ動いています。今こそ再エネをやっていくべき、原料費ただなんですからね、太陽光とか水力とか、ですからそちらに行くべきだと思います。私たち の声をめげずにですね、諦めずに上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にもう脱原発再生可能エネルギーへの切り替えを八王子では西田さんたち中心となって金曜でも毎週毎週原発ゼロへの声ずっと広げています。私たち一緒に声を上げ続けていきましょう。西田さん本当にありがとうございました。それでは市民テーマ別リレートークの最後になります。安保関連3文書と横田米軍基地など基地の問題について絡めて、柳田弁護士にお話しいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、八王子合同法律事務所の弁護士の柳田です。岸田政権はロシアのウクライナ侵略を口実にして安保関連3文書を閣議決定しました。この決定は国会の閉会後の昨年12月16日にされました。敵基地攻撃能力の保有は歴代の政府の専守防衛の解釈と矛盾する戦後日本の安全保障政策を大転換するものです。それにもかかわらず直接国民の声を聞くこともなく国会の議論も進めてしまったということは民主主義をないがしろにするもので許せません。そしてこの安保関連3文書、すなわち日本の安全保障、軍事戦略についての基本方針とその達成手段、具体的な取り組みの計画を示すものですが、この3文書について、敵攻撃能力を持つこと、
そして5年以内、2027年までに防衛力を抜本的に強化するというふうな内容を持っています。武力を持たない、戦争をしないと誓った憲法に違反する、その点でも大問題ですが、防衛力、整備計画、3文書の一つですが、この内容によれば5年間で43兆円、そしてその財源は防衛費のやりくりでやるというふうには言ってるんですが、それで足りない場合には歳出改革、決算余剰金、それから、税制措置、それ等の、措置を講ずるのだというふうに書いています。つまり足りなければ福祉、教育予算、税負担増も行うということです。今物価高が続いて、他国に比べてとても少ない教育予算、コロナで明らかになった日本の医療体制の脆弱さ、こんな日本で本当にこの予算を削ってまで防衛力を高めなければならないのか、本当に国民の命を守りたいと思っているなら、まずは福祉、教育の充実、賃金引き上げと物価安定に予算を使うべきではないでしょうか。そして防衛力整備計画には、敵の射程圏外から攻撃をするスタンドオフ防衛敵基地攻撃とスタンドオフという、防衛敵基地攻撃能力とミサイル防衛を一体化する、統合防空ミサイル防衛の導入のためのミサイルの導入とか開発の費用、それから武器の、整備とともに、以下のこういうような文章が書いてあります。有事において部隊等の能力を最大限に発揮するため、北海道をはじめとする国内の演習場等を整備し、その活用を拡大するとともに、国内において必要な訓練基盤の整備充実を確実に進める、米軍施設区域の自衛隊による共同使用や民間の航空港湾施設等の利用拡大を図る、これは防衛力、防衛力を、日本の防衛力を強化するということで、日米安保体制の強化とともに共同訓練演習技術協力等を自衛隊と米軍とでやるということです。米軍基地といえば、多摩基地には横田基地があります。八王子も宇都木台や石川町あたりを中心に全域が訓練基地区域になっていることは、日頃の騒音等で皆さんもご存知のことだと思います。昨年6月20日、通算4度目となる第3次横田基地訴訟を私たちは提起しました。12月21日に二次提訴を行い、現在約1500名の原告団です。大きな柱となる訴えとしては、ゆっくりと心を休めたり、体を休めたり、趣味を楽しむ、家族で過ごす、多くの人にとってそういう時間である夜7時から朝7時までの飛行機の差し止め、そして人をなくさないならせめて将来も含む特殊害についての損害賠償を請求してほしい、損害賠償してほしい、そして今回はこれに比べてオスプレイの全面飛行停止を求めています。オスプレイは2018年まさに基地強化の一環で配備されましたが、気分が悪くなるような重低音に比べて構造上の欠陥から墜落落下の危険が高く、住宅地のど真ん中の基地に配備するというなどもってのほかの飛行機です。昨年8月、事故が相次いだことから飛行が停止されましたが、事故の要因と言われるクラッチの不具合について明確な説明もないまま、10月から横田基地周辺でも飛行が再開されました。地域の住民の不安はとても増しています。騒音調査では、オスプレイが配備された2018年頃から騒音が増加し、2020年には飛行回数が昭島で年間1万3000回、みずほでは1万8000回が観測されています。これ、70デシベル以上なので、実際には気分が悪いなという音は60デシベルぐらいからも生じるので、ものすごい多い数になっています。
単純に365日で割ると1時間に3から5回、夜間には少ないので、広い時間帯には数分おきに1時間とか騒音が続く、そういうこともあります。安保3文書には、安保は、愛護宅地周辺住民にとって被害が拡大させるものだという点で本当に許されるものではありません。安保法制が施行されたのは2015年、集団的自衛権が認め、日本が海外で武力を、外国と一緒に攻撃を抗議するのだ、外国を攻撃する、最終的に攻撃するような恐れなんじゃないかということで反対をしていましたが、という話で反対しました。ただ、今すぐこの法律が通ったからといって生活が変わることはない。だけど、5年後、10年後に戦争への道を切り開く可能性があるんだというふうに訴えていました。7年経った今、ここまで現実化してきました。でも、この危険性を法案成立後もずっと訴えてきた。日本を戦争する国にしない。そのために本当に寒い日も、熱中症で倒れそうな日も、毎回100人近い皆さんが訴えてこられた。それが能八王子の運動だったと思います。横田基地も、公害、先ほどお話ししたように、公害とか、地域の住民の命とか、平穏な安全の生活を守るという点でも、この安保3文書を実現させない。そのために頑張りたいというふうに思っています。皆さんと一緒にこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。裁判に勝利して、飛行差し止めを実現するとともに、私たちの暮らし、安全を破壊するような安保関連3文書を開始させていく、そのために声を上げ続けていきましょう。柳根弁護士、ありがとうございました。以上で市民テーマ別リレートークを終わりにします、たくさんの素晴らしいスピーチいただきました。皆さんどうもありがとうございました。それでは次は立憲野党リレートークに入りたいと思います。まず最初に立憲民主党津山隆史都議よりお話をいただきます。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました、都庁都議会議員の津山隆史でございます。ちょっと私この次の予定がありまして順番を早めていただきましてありがとうございます。皆さん、都庁都議会は、今週ですね、先週の15日から始まりました。8兆490億円の、膨大な、一般会計予算、この審議をしてまいります。そして皆さんご承知の通り、年末には知事がチルドレンファーストと言って、0歳から18歳の子どもたち全員に5000円を配ると、そういう話を、ご存知だと思います。でもこれって私たち民主党が10年の前に子ども手当を配っていこう、そして子育て世代をしっかりと支援していこうと、そういうことを、掲げておりました。しかし残念ながらそれが自民党公明党の皆さんに潰されてしまった経緯もあります。私が何を言いたいかというと、10年以上前にも私たち民主党はその子供をしっかりと社会で育てようという理念を掲げていました。今この国はご存知の通り本当に格差が大きくなってしまっております。貧困の中にある子供たち、それを助けるためにはやはり5000円のその政策っていうのはいいなと、大事だなと思います。でもですよ、それはもう今こんな危機的な状況にあるから、ありがとうございます。危機的な状況にあるから、5000円を配らざるを得ない。そんなような状況が今作られています。私はここは強く言いたい。もっと私たち民主党がしっかりと理想を掲げて、そして皆さんにご理解をいただけていれば、今、こんなに格差が広がる状況にはならなかったんじゃないでしょうか。今、政治をしっかりと、ちゃんとした理念のもとで、子供たちをしっかりと社会で面倒見ていく、育てていく、そのような政治を作っていきたいと、そのように考えております。ぜひ、
今年は国政選挙はないかもしれません。でも皆さんの声をまずは政治につないでいく、そのためには4月にある統一自治体議員選挙、八王子市でも市議会議員選挙あります。まずはこの立憲野党の仲間の皆さん一人でも多く当選をさせて、そして八王子市政から変えていきましょう。ぜひ今年の4月の選挙、皆さんのご協力賜りますようよろしくお願い申し上げさせていただきまして、私からの挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございます。須山都議ありがとうございました。続きまして、日本共産党の青柳由紀子都議より山添拓参議院議員からのメッセージの代読とともにお話をいただきます。青柳都議よろしくお願いします。どうもご紹介いただきました日本共産党の都議会議員の青柳由紀子です。よろしくお願いします。まず最初に山添拓参議院議員のメッセージを代読させていただきます。農王八王子アクションにお集まりの皆さんに心から連帯のメッセージを送ります。岸田政権が安保3文書改定を閣議決定し、たがが外れた大軍拡に突き進んでいます。私はちょうど20年前の2003年、イラク戦争が始まったのに衝撃を受け、戦争のない世界にしたいと強く思い、日本共産党に入りました。その時、アメリカが先制攻撃に使った兵器がトマホークでした。岸田政権はトマホークを含む敵基地攻撃能力を保有し、アメリカと一体に相手の国を攻撃できるようにしようとしています。憲法9条を壊し、平和を脅かす道ではなく、戦争のないアジアのための外交戦略にこそ政治に求められています。通常国会では専守防衛を投げ捨てる危険も、日米一体の攻撃により戦争に巻き込まれる可能性も問われても全く答えようとしない姿勢が続いています。統一地方選挙で審判を下し、解散総選挙に追い込み、政治に春を呼ぶため幅広い皆さんと力を合わせる責任です。2022年2月19日、日本共産党参議院議員山添拓。ありがとうございます。私からも訴えをさせていただきます。今都議会でこの始まっておりますけれども、小池都政の首都東京の役割、平和を発信する役割が問われています。私たちはこの間、幅広い皆さんと共同して長年の願いである平和記念館、この設置に向けて都議会で共同しようということを言ってまいりました。そして昨年、この戦争の惨禍を伝える300人の証言ビデオ、これが保管されたままになっておりましたが、これをデジタル化をして公開をしていく。平和記念館は立たないけども、こうしたデジタル化をして証言ビデオをやっていくことになりました。そして今証言された方々、ご遺族の方に了承を得ているという段階にまで進んでおります。首都東京のこの戦争の惨禍、味わった苦しみ、今こそ役割を果たして発信していくべきではないでしょうか。そしてもう一つ、小池都政問われているのが歴史観であります。この今年は関東大震災100年だ、防災なんだと施政表明でも言っておりますけども、あの関東大震災の彼方に亀戸事件、朝鮮人虐殺事件が起きました。私たちの先輩でもある、日本共産党の先輩でもある河合義虎も虐殺されました。こうした夫婦の経験、この経験をしっかり追悼の言葉を都知事が送らなければならないのに、小池都知事からこの追悼の言葉を送ることをやめてしまいました。私たちはこの朝鮮人追悼記念式典へ追悼文を送るよう引き続き求めていきたい。そして戦争のない
とした平和な世の中を首都東京がこの声を大きくしていくその役割を果たさせるために皆さんと一緒に全力を尽くしていきたいという決意で今度の都議会臨んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。青柳都議ありがとうございました。それではここで司会からお願いがあります。カンタの訴えです。農業八王子アクション本日で第91回です。もうすぐ100回に至ろうとしています。毎月皆さん100人以上が集まって市民で力を合わせて市民と立憲野党のつながりの輪で戦争をやめさせる平和で誰もが安心して暮らし第一にされるようなそんな社会を実現しようと声を上げ続けてきました。本当にもう全国各地で私もこの農業八王子アクションの様子を SNS に投稿すると全国各地の皆さんが八王子すごいねというふうに応援の声をくれます。ぜひ皆さん緑色のスカーフをした農業八王子アクションのスタッフが今カンタのお願いに回っておりますのでどうぞご協力いただいてこれからさらにさらに皆さんと一緒に声を上げて政治をより良い本当に国民の一人一人の生活を支えるそんな政治に皆さんと一緒に変えていきたいと思います。どうぞカンタのご協力よろしくお願いいたします。以上司会からのお願いでした。それでは続きまして立憲野党リレートークに戻りたいと思います。お次は社民党の井上睦子さんより福島みずほ参議院議員のメッセージ代読とともにお話をいただきます。井上さんよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。それでは福島さんからのメッセージを代読します。第91回農業八王子アクションにご参加の皆様に全体のメッセージを送ります。1月23日国会開会初日、岸田首相は所信表明演説で安保3文書の決定と防衛費大幅増の決定を防衛力の抜本的強化として日本の安全保障政策の大転換だと認めつつ憲法国際法の範囲内で行うものであり非核三原則や専守防衛の堅持平和国家としての我が国の歩みをいかさかも変えるものではないと言い放ちました。これは全くの詭弁です。過去の政権は憲法上の制約から他国に侵略的な脅威を与える武器は保持しないことをもって専守防衛としてきました。そのことに反するのは明らかです。今国会には防衛産業の国有化に道を開く防衛産業強化法案、学術研究の軍事化になりかねない日本学術会議改正法案なども上程予定です。これは日本の社会や経済、教育など丸ごと軍事化する危険な動きです。防衛予算は6兆8000億、そして防衛力強化資金として3兆4000億を計上し、なんと合計で10兆2000億円にも防衛予算はなります。防衛力強化資金、すなわち防衛費の財源確保法案は、未執行予算や積立金の返納、国有財産の売却益、外国為替の特別会計から繰り入れをし、国立病院を運営する独立行政法人の剰余金などをかき集めて防衛費に使うというものです。また、財政法で禁止されている防衛費への負債を認める歴史的転換にも踏み切り、建設国債4300億円を転換や自衛隊施設に充てようとしています。物価高と低賃金、生活困窮にあらゆる市民生活を犠牲にして、命や暮らしに使うべき予算が削減をされ、軍事費だけが膨張することは断じて許されません。軍拡増税ではなく、
人間らしく暮らせる社会と平和のために力を合わせて頑張ってまいりましょう。2023年2月19日、社民党党首参議院議員福島瑞穂、以上です。1月24日に朝鮮学校の問題について学習会を行いました。1月の情報でもお話をしましたけれども、その報告をしたいと思います。東京都は子ども基本条例を制定をして、子どもの権利条約にのっとって都政を進めると明言をした条例案です。誰一人子どもを取り残さないという観点からすれば、朝鮮学校に補助金が、朝鮮学校の補助金が2010年以来止められているわけですね。北朝鮮の政治的な状況を反映をして、大変こうなんていうんですかね、都民の理解が得られないという理由で、朝鮮学校の補助金がストップをさせられているわけです。しかし、この条例に考えて言うならば、一人一人の子どもの最善の利益、すなわち朝鮮学校に通う子どもたちの利益を考えるならば、補助金は復活をして子どもたちが学ぶ、あるいは、民族のアイデンティティを学ぶということは保障しなければならない義務が、東京都にこの子ども基本条例によってより多く、そして発生をしたということが明らかになりました。朝鮮学校に通う中学生からは、私たちは日本の社会では少数派であると、そして朝鮮学校が補助金を止められて差別をされていることには大変深い憤りを持っているし、悲しんでもいるということです。そして補助金が復活することが朝鮮学校への差別をなくす第一歩だと中学生が語りました。そしてこうした北朝鮮に対する厳しい状況の中でも、自分たちを応援してくれる多くの皆さんがいることに感謝をするという発言がありました。このことは子どもたちに語らせてはならないことです。日本社会がきちんと解決しなければならない問題だと思います。都議会の皆さんが今日はたくさん参加をされていただいていますけれども、都議会が自ら全会一致で制定した子ども基本条例、その責任を都議会議員の皆さんが負って、じゃあぜひ朝鮮学校の補助金を復活するよう努力をしていただきたいと思います。かわいそうな朝鮮学校の子どもたちを応援してあげるのだということではなくて、都議会議員の責任として、都議会の責任としてこれは取り組んでいただきたいということを強く私は願っております。そしてこの子どもが、日本社会では常に我々は少数者だということの原因を考えてみました。それは1910年、もう100年以上も前に始まった朝鮮半島への植民地支配の結果なんです。戦争と強制連行によって日本に働きに来た、あるいは移住してきた、その子孫たちなわけですね。その子孫たちを私たちは100年以上経っても民族差別をし、冷たい眼差しで見ているわけです。電車に乗っても朝鮮語を話すことは子どもたちは控えます。それだけ緊張しながら日本の社会で暮らしているということ、このことが私たちは痛感をしなければいけないと思います。戦争は植民地支配、そして民族の抑圧を誘発します。今新たな戦前と言われておりますけれども、ただただ戦争が起こったその後もまた苦しむ人々がいるということを実感しながら、この100年以上前の戦争と今をつなげてしっかりと平和を築く、そのための努力をしていきたいと思います。頑張ってまいりましょう。井上さん、ありがとうございました。続きまして、生活者ネットの前田よしこ市議よりお話しいただきます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。生活者ネットワークの市議会議員をしております前田よしこです。今の
政権の閣議決定の多さに本当に頭にきております。本当にどこを向いて政治をしているのか、みんなやっていることはおかしいです。私が2015年に市議会議員になった時にこのノーゴーアクションとほとんど向きを同じくしておりますけれども、安保法制反対するということでたくさんの市議の皆さんと意見書を上げるために遅くまで議会でやったことを思い出しますけれども、それから約8年が経とうとしてこんな方向に持ってきてしまったのかということを、これはおかしい、私たちがこのような社会は望んでいないということをしっかりノーということを発言していきたいと思いますし、したいと思っております。先日多摩地域の議員の研修がありました。そこでは、地方分権、今とても集権的な方向に動いているけれども、それでも制度としては地方分権の制度は生きているんですと、民主主義の実践の場としてしっかりやっていかなきゃいけないんだというお話がありました。本当に草の根、ボトムアップとネットワークなんですよということをおっしゃっておりまして、私たちがやっていること、こういった活動そのものが大事な政治なんだということを改めて実感をしました。先ほどから私たちの話の前に市民団体の方からのお話がありました。こんな風に世の中のたくさんの問題を全部みんなが一人で抱えきれるわけではないけれども、テーマによっていろんな方々が取り組んでいる、それをこういった場で発表して共有し合ってネットワークを作って必要な時に助け合う、そんな活動をやっております。こういった皆さんの活動をしっかりとつなげていく、そういったことを決定の場でしっかり発言をしていくのが私の役目なのかなというふうに思ってやっていきました。これから子どもたちに目先のお金で、子どもたちのためにということで目先のお金が飛び交っておりますけれども、子どもたちが求めているのはいらないものを作ってほしくないんです。本当にこれから片付けられない格のゴミをこれからも増やし続けることが分かっていることを残してほしくない、目の前のお金を配るんじゃなくてそういう余計なことをやらないでほしいっていうのが子どもたちの本音だと思います。しっかりとそういったことをこれからも実践で行っていきたいと思っております。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。前田市議ありがとうございました。それでは続いて立憲民主市民の会より森喜彦市議にお話をいただきます。よろしくお願いします。集会に参加の皆様大変お疲れ様でございます。立憲民主市民の会無所属の森喜彦でございます。ラスト私は多分最後だと思うんですけれども、皆さんあの話すのとてもですね、最後のとても上手で、しかもどんどんネタがなくなっていくというですね、プレッシャーと切り方がしております。分割の予算のことでありますとか、あのお金のばらまきのことでありますとか、いろいろですね考えてたんですけど全部言われてしまいまして、最近とですね傾向としては、あの分割とですねマイナンバーであればどこでもお金がつくということで、私最後にマイナンバーの話をさせていただきたいというふうに思います。マイナンバーカードですね、あの申請の駆け込みということで市役所は日々大混雑といった状況でありますけれども、市役所の方は必死で躍起になってあの普及を図っております。私今月の間ですね、この騒動の中で一番です許せないなというふうに思ったのは、保険証のですねを廃止してマイナンバーカード保険証に統一化すると、でこのことなんですね。でそのためにはですね、マイナンバーカードを持ってない人にはあの資格証明書とか資格確認書というものを発行するので、それでやってくださいというようなことまで言ってしまっています。この資格証明書というのはですね、健康保険制度の中でいろいろ批判があるんですけども、健康保険税を払い切れなくて解放してしまってですね、何でも累積してしまっているような方があの発行されるんですね。でマイナンバーカードを持ってないがためにですね、そのようなものを発行されなきゃならないというのは一体どういうことなのかというふうに思っております。でいろいろ問題点はあるんですけれども、この資格証の存在するものにもいろいろ問題はあるんですが、これですね、マイナンバーカードを使って効率的な社会を出すんだというふうに一体言う割に、この資格証明書というのはですね、効率的な要件とは全く遠いものでありまして、
発行する手間はですね、保険証とほとんど変わらないです。で、保険証との違いはですね、どこどこの保険に入ってます。この方の負担割合は何割ですけど、何割ですけどとかですね、書いてるか書いてないかだけなんですね。それで、保険証を持って、その貸し証明書を持たれた方は、それを持って病院に行きます。で、病院は保険扱いに一応するんですけども、負担を一応10割払ってくださいということで、保険診療は受けられます。その後ですね、この受診された方は、それをですね、持って、その領収書を持って、ね、市役所に行って、それで私がこれで病院にかかりましたんで、お金くださいというふうに市役所にわざわざお金を取りに行くわけですね。まあ、実際振り込みだったりするんですけれども。で、これですね、この資格証明書を発行することによって、保険団体の支部がものすごく増えてしまうんですね。そして、保険証をですね、廃止するというふうに言ってますけど、保険証を廃止することは不可能だと思います。マイナンバーカードを落としちゃった人、国からです国外に行ってきて、帰ってきて、まだこれから住民票を作るんですよって人があって、保険証は必要なんだけれども、マイナンバーカードをですね、すぐ発行できるわけじゃありませんから、その間のお医者さんどうすればいいんですか。今であれば保険証は国立担保できますけれども、保険証はございませんと、資格証明書を差し上げますと、そういうですね、形になってしまうわけなんですね。もうこれですね、やってることがめちゃくちゃすぎて、もう、マイナ保険証、マイナカードをですね、普及させるためには何でもする。で、そのためにはいくらでも使う。物価高、それからですね、苦しんでいる皆さん、そういった中で軍拡もするんですけど、そういうところにもですね、余計なお金を使おうとして、市役所ですね、市役所をはじめとした各保険団体には余計な人口がどんどん増える。まあ、こういうことをですね、許しちゃいけないなというふうに思っております。前の日もありましたけれども、22日から私、新会の新しい日が始まりますが、経営も始まりますけれども、しっかりですね、市民の皆さんの声を聞きながら戦ってもらいたいというふうに思っております。皆さん、これから先も共に頑張りましょう。ありがとうございました。森市議、ありがとうございました。それでは、市民団体紹介に移りたいと思います。今日はですね、一つの団体に30秒アピールをぜひしていただきましょうということで始めていきます。まず、九条の会、八王子市内連絡会、よろしくお願いします。長沼九条の会の木野です。長沼九条だよりを発行して57号になります。50件くらいの人たちに呼んでもらっています。そこに、2月、3月、週1のストリップスタンディングを書きました。それで2月17日に、一人で立ちましたが、一人の人が参加してくれて、二人がスタンディングになりました。これからも声を上げていきたいと思います。金髪デモの方からお知らせします。毎週金曜日の、6時から船堀公園に集まって6時半出発で、デモをしています。始めた当時は赤ちゃんだった子で、お母さんに抱っこされてたんですが、今はその子が、10歳ぐらいになったと思うんですけど、いつも窓辺で手を振ってくれます。もう私たちそれをすごく楽しみに、あ、こんな子もいるんだと、本当に応援してくれて必ず待ってるんです。皆さん、どうぞ一回一緒に手を振って、その子に手を振ってもらってください。よろしくお願いします。研修教です。私は自爆者なんですけど、限りなくね、研修教にお世話になってますので、一緒にいろんなことをやってるんですけども、今一番お伝えたいのは、日本政府に核兵器禁止条約に参加するよう、せめてオブラート・ブザーまでも、今年の11月2日、ニューヨークで2回目の締約国会議が開かれます。皆さんに次回はその署名用紙を持ってきますので、まだ署名していただいてない方は、ぜひ協力していただきたいと思います。よろしくお願いします。八王子共同センターです。文革反対、それから憲法を守れる運動を皆さんと一緒に引き続き頑張っていきたいと思います。二重の沢東、今の政権に相当いじめられています。
私たちは冷静に沈着にこれから来る子どもたち後輩にしっかりした形をみんなで形作っていきました。よろしくお願いします。フリーズの市民の会です。毎月第2土曜日日の森公園からこの駅前一帯で、憲法を守ろう生かそうと訴えて歩いています。20年余りになるので高齢化が進んで本当に少数なんですけれども、気持ちは元気です。よろしくお願いします。八王子アクトです。3月2日、18時30分からのつながる八王子合同外席に八王子アクトも参加します。よろしくお願いします。八王子平和連絡会、18年ほど前にこの八王子があります市民団体とか、それから特に労働組合で一緒になって平和を訴えるということで、毎年10月秋に平和強化月間という形でイベントしてきました。この3年ほどはコロナのために集まれないのでちょっと縮小していますが、発想にも平和をずっと奪いながら活動を続けています。よろしくお願いします。市民団体の皆さん、元気なアピール発言本当にありがとうございました。それでは本日のアピール決議提案に移りたいと思います。アピール決議お読みいただくのは木谷さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。決議案読みます。第91回の王八王子アクションアピール決議、 GDP 比 2% の大分割の中心となる長距離長射程の弾道ミサイルの大量配備は他国に脅威を与える軍事大国そのものです。統合防空ミサイル防衛構想では日米が融合一体となって作戦を行うことになっており、安保法制の下で自衛隊による先制攻撃を行えば相手国から報復攻撃を受け、日本が戦場となり甚大な被害を受ける恐れがあることを防衛大臣も認めました。私たちはアジアの軍事的緊張を高め、日本に戦火を呼び込む敵基地攻撃能力の保有の中止及び安保三文書の撤回を求めます。憲法9条を生かした対話と協力、外交交渉によるアジアの平和構築に力を尽くすことを求めます。財軍拡を賄うために医療関係の積立金やコロナ対策費の流用のほか、自衛隊艦船整備に建設国債を充て、さらなる軍拡で消費税を含む大増税は必須です。歳出改革などまで年金、医療、介護保険など社会保障費の大幅増と削減が進められ、コロナと物価高騰で疲弊するフラット経済を壊します。私たちは大軍拡大増税計画の撤回、政治の責任による抜本的な賃金の引き上げ、大企業と資産家に有利な公平税制の見直し、消費税減税、保険、医療、福祉、教育の負担軽減、学校給食無償化を行う。私たちは統一教会の被害者救済とともに、被害を拡大させた政治家と旧統一教会との癒着関係を徹底的に明らかにし、関係を断ち切ることを求めます。私たちは男女賃金格差の是正、選択的夫婦別姓制度や同性婚を法的に認めることなど、ジェンダー平等と性の多様性を尊重する社会の推進を求めます。
岸田内閣は原発の運転期間の延長や新増設を進める閣議決定を行いました。私たちは福島原発事故の反省もなく原発回帰を決めた閣議決定に厳しく抗議し、これを撤回すること、原発ゼロ、再生可能エネルギー、省エネルギーの抜本的普及を求めます。立憲主義、民主主義の回復という原点に立った市民と野党の共闘が憲法を守り生かす政治を実現しましょう。第91回ノーを八王子アクション、2023年2月19日、参加者一同。谷さん、お手ありがとうございます。採択、挙手していただける皆さん、拍手をお願いいたします。採択、ありがとうございます。それでは、今後の行動予定3つ、皆さんにお伝えしたいと思います。1つ目は、本日この後の行動予定です。軍拡やめろ、軍事費特措法案廃案、会計発議反対、辺野古新基地建設中止、命と暮らしを守れ、2.19 国会議員会館前行動が、この後午後2時より衆議院第二議員会館前を中心に取り組まれます。戦争させない九条を壊すな総合会行動実行委員会と、九条会見の全国市民アクション実行委員会の共催で実施されますので、ぜひこの後お時間ある方、ご参加をよろしくお願いします。次に、ロシアのウクライナ侵攻から1年、ウクライナに平和を、2.24、日比谷野音集会&デモが2月24日金曜日午後6時半、日比谷野外音楽堂にて行われます。ぜひ皆さん、たくさんご参加をお願いいたします。最後に、次回のノーウォー八王子アクションのお知らせです。第92回となります。次回のノーウォー八王子アクションは、3月19日日曜日の午前10時半からこの場所でまた皆さんとお目にかかりたいと思います。どうぞ続いてご参加をよろしくお願いいたします。本日の第91回ノーウォー八王子アクションは100名の皆さんの参加で大成功ということで、これで終わりにしたいと思います。これからも憲法を守りかつ政治への実現を皆さんと声を上げ続けたいと思います。本日はどうもありがとうございました。大丈夫だ。